他のお医者さんにもっとちゃん
話でしょ。目が悪くなったなら目ん玉交換でしょ。はい、じゃあちょっとやろう。まずは麻酔だね。あー、ガタガタ言わないで。もうね、こうするしかないと思う。絶対そう。医者が言うこと信じて。絶対そう。もうこうするしかないよ。はい、麻酔打つね。オッケー、じゃあ次。はい、反対の目にも。オッケー。じゃあ次に。よいしょ。よいしょ。はい、じゃあ次に、ちょっとね。麻酔って熱を持つというか熱くなっちゃうから、ちょっと冷却用にこれつけとくね。はい、じゃあ次は反対の目ね。水色、紫、ラメとかもあるよ。どうする？いや、何色でもいいよ、全然。っていうか、前はさ、この色がおすすめとか教えてあげてたけど、思ったんだけど、この頻度で目ん玉交換するなら、何色でもよくない？いいよね。いや、いいと思うの、本当に。何色でも一緒一緒。いや、見え方一緒だから。見え方ほんと一緒だからさ。私が選んであげる。やっぱ今冬だから。青と、1個目は青。青と、そうだな。紫にしよっか。紫ね。OK。これね。OK。じゃあ、色も決まったことだし。まずは目ん玉取るね。何？手袋しないのかって。しないよ。手袋したら指先の感覚が鈍るじゃん。はい、行くよ。
して目ん玉交換したのに目が悪くなったなんて言われたら嫌だし。はい、最後これ、じゃあこの赤いやつ、赤い三角みたいなやつ、これ、これを目で追っかけてくれる？はい、行くよ。オッケー、じゃあ次この指見てて、集中してよー。